武田さん、ん、今この心の支えのところはちょっと武田さん突っ込むとこじゃないですか。支え俺ですか、俺武田さん、俺ですか。杉野さん、あ、どちらかというとね、はい、まあ、去年なんかもそうですけど試合に出れなかったりとか、そういった時にチームの仲間だったり先輩だったりそういうのもありますし、ボートレースもそうですね、勝てなかった時にそういったこう師弟関係だった支えってありますけど、杉野さんどういう感じであれですか、チームメイトですか、杉野さんは。そうですね、まあでも本当に僕、まあ、監督をね、僕は本当にリスペクトしてこのチームでやらせていただいてるのがきっかけだったんで、まあ、僕がこのチームに来たくて来たのに、ね、不平不満を言ってるようじゃ、まあ、なんか言ってることとやってることが違うっていう、まあ、そのなんて言うんですかね、人としてというよりも男としてなんか出てないのに、まあ、かっこ悪いなっていうのが、まあ、杉野さん去年ルヴァンカップの決勝を解説させてもらったんですけど、萱原さん、はい、その時準決勝まで杉野さん出てたんですよ、はい、で決勝戦、はいはい、杉野さん出れなかったんですよ。その時に嫌な顔をせずに、あの練習の前の日とか行ってもしっかりとやってるとこで、いや杉野さんやっぱりすごいな、僕だったらなんで試合出さないんだ、決勝戦準決勝まで出してるのにと思ったんですけど、まあまあミシャがね下した決断についてはまあ 100% 僕もまあ不平不満はないんで、まあそこはまあチームスポーツの、そこは個人とは違うとこなのかなっていう、まあもう一人ポスってことなので、はい、いやーなんか杉野さん、それは本心ですか。杉野さん聞いてますよ、杉野さんパス来てます、パスが、はい、本心ですかそれは。もうまあ正直、まあ僕も選手設定終わりから数えた方が先じゃないですか僕。はい、もうカウントダウン来てるんで、はい、初めて僕はやりたい監督とできてるんで、もっともっとなんかハングリーっていうか、いえいえ、もっと使えよとか、もっともっとなんかそういうところを出さなくちゃいけないと思うんですけど、はい、まあ、はい、うん、まあなんか僕は幸せですよね、出てないかっこいい。萱原さんいかがですか、萱原さんも師弟関係とかあると思うんですけど、僕はもう僕師弟関係ないんですよ。弟子とかこういるじゃないですか、でもいっぱい、はい、弟子というか一人後輩がそれ、うん、ね、弟子にしてくださいみたいな来たんですけど、はい、僕はもう嫌だって言ったんですよ。それなぜですか、なぜですか。いやもうちょっともう面倒見れんと、はい、まあ、それだけ責任がね、責任が強いからね、自分のことで、そう、あの盾になりたくなかったんですよね、はい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 、どうせだったらこう一味としてやろうやという話で、うん、まあ、横になってこう、まあ、同じ目標を持って、うん、その同志みたいな感じの方が、うん、まあ、先輩も後輩もなくて一番伸び伸びできるんじゃないかなと思ってやってるんですけど、だから僕は師匠もいなくて、まあ、よかったし、ただ心の支えになる人はたくさんいますね、なんか先輩でも、はい、はい、武田さん、ん、今この心の支えのところはちょっと武田さん突っ込むとこじゃないですか、女性ですよね、支え。俺ですか、俺ですか。俺はね今ね自粛ムードがすごいこの時代の中であって、一発レッドカードが明日が多いんで、今一発レッドカードもらいたくないですし、今ね一発レッドカード多い自治会ですし、自粛の中でとかくに有名な方はいろんなことをこう言われてしまう時代になってしまうんで、まあ僕は今すごい守備的にキーパーで両サイドバックでは上がらないようにしっかりとこう、はい、今日のためにこのボールも遊び方がうまいっすね、ボールも今日作ってきて、ボートレースところね、こういうの昨日夜、はい、サッカーの試合見ながら、本当に武田さんが作ったんですか。これ作ってきたんですよ、これ。そうですよ、これボール。マジっすか。でちゃんとここに前にもね、ちょっとあれですけどね、ちょっと前もちゃんとほら、すげえ、ボールを塗ってね、ちゃんとほら、すげえ、買ってきたんですよ、これ。ちょうど 色分けしようと、ボードって6色で分かりやすいんで、ほら、え、何やってるんすか。いや女性との時間も、女性との時間も費やして、今仕事に集中してね、今日のためにうまくこうボールが回るということで、はい、え、どうぞっていう
っていうアリバイを作ってるんですか今。そうですね、今日この映像で、今日のこの後六本木でスタジオ終わりなんでこの後ちょっと早めに終わってちょっと六本木の方にちょっとピッチが今六本木というピッチなんで見え方も大事ですよね。なるほど、その辺のこう、はい、オンとオフをうまくこう気持ちを切り替えながら、はい、はいはいはい、という感じでやりますけどそしてですね、そうですね、サッカーの場合は移籍っていうのがあるんですもんね。そうですね、はい、杉野さんもいろんなチーム移籍しましたけども、そういったコミュニケーションってやっぱすぐ杉野さん取れますもんね、うん、柏だと横浜だと。意外と俺人見知りなんですけどね。え、あ、そうなんですか。じゃすんなりいかない。いや、すんなりはまあ別に僕一人、まあ、いつも一人な感じなんで、はい、だから別に人と喋ってなくても別に何も窮屈じゃないんですけど、はい、別に誰とでも喋るっていう感じじゃないですね。あ、そうなんですか。うん、でもいろんなチーム行ってますもんね。その辺やっぱ、ね、なかなかじゃあ時間かかるんですね、コミュニケーションっていうのは。だから本当の意味で心開くのはちょっと時間かかるかもしれないですね。あ、じゃあまだ今日心開いてないですね、完全に。いやいやいや、そういうことですね。心開いてないってことですね、今日ね、まだね。ここで心、このタイミングで心開いてたらもう今の話全部嘘になりますから、ね、そうですね。じゃあ俺だけですね、これね、こっちのピッチから全て言ってるのはね、うん、サポーターとファンの存在ということで、杉野さんからですか、中断期間どうでした。いや、本当に中断期間の時は、まあ、正直サッカーって別に生きていく中で全く必要ないじゃないですか、うん、はい、サッカーがあるからないから死んじゃうわけじゃないし、なんかそこまで考えた時に、まあ、またそのサポーターがね、僕たちを求めてくれてこうやってリーグ再開できたことに対してすごく改めて感謝してますし、もちろんプレッシャーに感じる時も正直ありますけど、まあ、それ以上にやっぱり、まあ、こんだけ支えられてるんだなっていう思いを強く感じましたし、まあ、それ以上にやっぱり僕たちも結果として、まあ、もちろん今こういう苦しい時期ですけど、結果として恩返ししたいなっていう、本当に、まあ、家族みたいな存在で勝手に僕は思ってますけどね。やっぱお客さんに見られてるっていう、その本当に見られてる状況で走るのと、うん、無観客って全然やっぱ全然違いますね。なんか最近本当に改めて思いましたけど、僕なんかも必ず現役の時は試合場入ると競技場まずお客さんどれぐらい入ってるかって、はい、見に行って、僕も大事っすね、いっぱい入ってた方がこう、いや、上がります、テンション上がる感じですけど、杉野さんいかがですか。杉野さんはじゃあやっぱりその今ホームアンダーウェイの差がなくないじゃないですか、はい、やっぱり声を出して応援できないんで、はい、残り5分のやっぱり得点とかって正直減ってると思うんですよ。やっぱりアウェーのチーム、ホープのチームとかがその残り5分で得点を決める率っていうのはやっぱりあのサポーターの後押しがだいぶ影響してたと思うんですけど、なんかその得点がやっぱり今年こうやって無観客になって、まあ日本含め海外もすごくそういうのってやっぱり、ああこれってやっぱりホームの力を与えるね、12番目の選手って言われますけど、まあ、やっぱり少しでも出ちゃうんだっていうのがすごい痛感してますね。まあ、やっぱ攻めると気持ちと手綱を引っ張る気持ちのそのバランスを上手に取る、好きだっていうことに対して突き詰めることっていうことが多分将来の自分の人生を左右すると思うんで。でもやっぱ萱原選手もね、杉野さん好きなことでねお金稼げるっていいですよね。そうですか。いいですね。